どうもこんにちは、えー、昨日ちょっと400万企画が没になったということで、えー、ただこのままで話を終わらせられないということでいろいろ考えた末に、まあ、第2候補として、えー、うっすらあったのがこの自分の家がですねあのその一般的な屋根三角屋根じゃなくてあの平らなんですね何て言うんですかね コンクリートの家なんですねコンクリート叩きつけっていうんですかねああいうので普通に四角い真四角な家で縦坪分の土地が屋上にあるではないかということに、えー、気づいてしまいまして、まあ、一つ前の動画の趣旨からはちょっとずれるんですけどまあ、広大な土地で自然の中で,で自然の地下水そこの地域のあ 井戸水で金魚を育てたいっていう企画からはちょっと趣旨がずれるんですけどもこのまあ自分家の屋根に、えー、屋上に、えー、金魚を置いちゃえばめっちゃ置けるじゃんっていうことに気づいてもう何,何畳ぐらいあるんですかね本当にそに真四角な家なんでそのた家の大きさ分の平地が上にあるんですよね。 でこれまで何にも使ってこなかったしあの必要もなかった屋上なんですけども56年前に家を建てたんですけども家建てた時は自分金魚飼育とかあのメダカ飼育とか一切興味もなかったですし確かその家建てる時に聞かれたんですよ担当の方に屋上どうしますかって聞かれた時に。 全然その自分もそのまあ屋上の写真とか見せてもらって、例えばそのバーベキューとか,えーなんか花を植えたりとかそういうことまあ洗濯物を干したりとかそういうことできますよという感じだったんですけど、自分、そんなにその外でバーベキューするの嫌いだしなんかどうしても当時はあの屋上で何かをするというのがイメージつかなくてもう屋上で金かけるんだったらちょっと内装の方に金かけたいです、もしくはもう予算削減したいですということでえそのままストップしてて。 でせっかく敷地があるのに有効活用でき,るず,できず,ずずっといた56年間なんですけども,もここを使う手はないだろうということで、あのー、ちょっとまあ屋上に金魚とメダカのために屋上を作ろうという風な感じの企画に変更したいと思います。 でこの屋上金魚飼育場メダカ飼育場ができるまでにも結構やっぱ紆余曲折あってもともと最初はまあ工事の職人さん来てもらっていろいろ見積もりだったり打ち合わせだったりね、あのー、していく中であの最初僕のイメージとしては1階の飼育場1階のお庭から螺旋階段みたいな階段がウィーっと屋上まで伸びてで屋上に普通に乗り入れてで屋上にはこう柵がある。 危険防止のために落ちないために、ね、柵があってでそこの,あの柵の中で、えー、金魚飼育をしようという感じで,で水道も伸ばして、えー、やろうとしたんですで見積もりを取ってみたらなんと500万以上の見積もり額になってしまいました僕の中で頭で計算してると土地買って、えー、井戸水掘って、えー、400万というよりか全然予算安く済むだろうなと思って えー、見積もってもらったんですけども見たらびっくりしましたねで話聞くとやっぱりいろいろ高騰してるみたいですねもの物が、えー、だったり、まあ、そもそも螺旋階段を1階から2階じゃないですもんね3階までつなげるあの材料費だったりいろんなもので値段が高騰したんですけども一番はその螺旋階段をつけるにあたって自分の庭って土なので 土ですね土柔らかい土なのであの何、ー、て言うのかしっかりとあの基礎基礎を作ってから螺旋階段を作らないと、えー、ななんかまあ違反になるんでしょうねなんかいろいろ建築法の決まりがあってその基礎もとんでもなく高くてで螺旋階段も高,高い値段が高いでおまけにあの柵ですね 一面覆う柵も意外と高くてそんなにいろいろやってると安く見積もっても500万はかかりますということでちょっとそれは無理ですということであのちょっと話が一瞬止まったんですけど、まあ、担当の方といろいろ自分はこういう、まあ、もあの金魚飼育をこの場所でして。 YouTube とかに動画投稿して金魚とかそ,のそこで育った子たちをちょっとあの販売してでローンを借金を返していきたいっていう話をこうしていくうちにいろいろ向こうあの担当の方営業の方も考えてくれてでよくよく考えると別に屋上に行くのは。 誰ですか子供たちも屋上に連れていってなんか水遊びとかするんですかって話になっていやもう絶対にしません屋上でも遊ばせませんっていう話だったんですよそしたらあだったら別にしっかりとした階段作らなくていいんじゃないですかっていうことになって、えー、そもそも1階から3階に階段を作るっていうのがやっぱり材料費もかかるのでそれだったら2階のベランダから、えー、階段 これもまた2階のベランダからしっかりした階段を作るんじゃなくてもう壁に打ち付けた階段よくあのプールとかでこう登るじゃないですかプール上がるときに階段みたいなのをタカタカタカってはしごみたいなやつ登るじゃないですかそんな感じでも壁にあの最終的に自分の家コンクリートなんでコンクリートに打ち付けて えやればあの基礎も作らずにかなり安い価格でやれますよっていうことであそれいいですねって僕しかもう上り下りしないのでまあちょっとそこで荷物の搬入だけはもしかしたら大変になるかもしれないんですけどそれまた工夫したらなんとか改善できるのでそっちの方がもうその予算としてはもう半額どころかもう10分の1で済みますよってことでえと階段はそっちの方 にね、あのそっちの方向で進みましたでそっから屋上ですよね屋上の柵これも高かったんですよ。うわ柵柵なんてもう4 5 0万で僕つけれるもんだと思ってたんですけど全然そんなことないですね3桁です3桁。なんかねやっぱ戦争とかそういうのもあるんですかねとにかくもう物が今高くなってるんであんまり下手にあのこの時期に何やするのは。うん かなと思って、まあ、いろいろ考えた時にちょうど6月ぐらいであの関東の方からいろいろ情報が入ってきたのでよく都心外ではあの計画停電っていうんですかねあの電力逼迫っていうことで、まあ、いろいろその電力に。 関して特に今年の夏もいろいろあるっていうふうに報道が入ってきてたので、まあ、電気に対してもちゃんと考えなくちゃいけないなとは自分思ってたんですけども、えーまあ、要はソーラーパネルってことですねあのちゃんとこっちいざねやっぱ家族も多いんであのいざ災害になった時ですね電気使えないじゃあ,あれなので自家発電できるソーラーパネルっていうのはやっぱもう このタイミングでつけておかなくちゃいけないなと思い始めてたのとあのもう自分一人しか子供は絶対その屋上には行かせないので大人一人でいいんでだったら柵いらないかなと思ってで柵というよりも柵をつける場所に要はコの字形もう崖側に危険である場所に。 えー、柵の代わりにソー,ラーソーラーパネルをつけることによって、まあ、例えば自分が酔っ払って屋上行ったとしてもあ基本大丈夫、あのー、ソーラーパネルっていうのは大きいですからねなかなかそこからソーラーパネルまたいで下飛び降りようと思っても飛び降りれないくらいパネルの、ねえー、幅は大きいのであいい、まあ、柵代わりになるかなっていうことに気づいて。 何より一番の決め手がよくあのソーラーパネルってなんかローンで払うイメージが多くあっててよくあの手出しゼロ円でソーラーパネルつけれますよっていう営業がですねよく自分の家も一軒家なんでたくさん営業の方これまで来られたんですけどまあ結局それゼロ円じゃなくてあの月々払っていくんでしょっていつも思ってた話聞くこと思ってたんですけどもあでも 今回の企画にはぴったしだなと思ってこれをローンで払ってえ払いながら金魚飼育していこうっていう風にもう固まってえじゃあこれでもうこれでいきますっていうことで見積もってもらったらまあ壁に打ち付ける式の階段とえーソーラーパネル一式えまあカタカナのコの字のような感じでソーラーパネルが今ずらーっと置いてあるんですけども全然危なくなくて。 あの危険回避もできて本当柵代わりになってくれていやまともに何十万万何百万払ってて柵作らなくよりソーラーパネルなんで200万のローンからまるまる200万持ってかれるんじゃないまあ持ってかれるんですけどもあのちゃんと自家発電してるんで売電もできるしほとんど今売電はお金にならないんですけども。 あの発電した分発電した分だけはん何を言ってるんだ、えー、とりあえず払,払わなくていい電気代もねこれからたくさん増えてくるんで、えー、まあ良かったかなと思います、まあ、何より電気っていうのは今ね社会問題になってるので、まあ、時代的にもちょっとやっておかないといけないのかなっていうのもねまあ地球人としてはあったのでそういう感じで一応、あのー、話があ そういう感じで成立してで今月から支払いの方が始まっております明日明後日ぐらいからですねあのベランダの方の様子も公開させてあベランダじゃない屋上の方の様子も公開させてもらいますのでぜひ見てくださいっていうのとあと1個トラブルがあって電気工事実際ソーラーパネルを全部ねあの 屋上に乗せて、えー、切り替えるとき、なんかいろいろ配線を切り替えるときに、やっぱ何時間か電気を落としておかなくちゃいけなかったみたいな、ブレーカーを落とさなくちゃいけない時間帯があって、その時にちょっと一つ水槽をですね、あのー、酸欠死させてしまう寸前のおことがそういえばありましたね、トラブルが。あーできそこは 危なかったですね一応も、もう酸月費あと1時間2時間遅かったら、えー、死んじゃったっていう水槽がですね1個あったので、えー、それはちょっと明日動画にしましょうかね。動画にして、えー、今ですね、それこそ多いと思います、この夏今まで普通に生きてた金魚がなんかいい。あの 水温な真夏になるにつれてなんか縦に泳ぎ始めて口パクパクパクさせてなんかきつそうになるそうにしてる金魚って多分増えてきてると思いますのそれはあの酸欠ですね、えー、酸素が足りてないので冬春とあの全然問題なかったメンバーがいきなりなんかあのー しししてて苦しそうにしてる時はですねやっぱり夏ってどん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 金魚体大きくなるんで体大きくなるにつれて必要な酸素ってていうのは増えてくるんですよそれなりにずっと同じ引数で同じ水槽で飼ってたらいつかはあの酸欠状態に酸素が足りない過密水槽になってしまうのでその危険性があるのがこの夏っていうことですね。 あとまあ普通に大雨とか災害とか突風での停電だったりあと都会でいうと計画停電とか実際ねやっぱ始まるかもしれないのでそういう時、ね、あの気をつけてた、えー、方がいいと思いますし僕自身もやっぱ気をつけんといかんなと思いましたそんな感じで、えー、また明日も動画見てくださいありがとうございます